俺は俺の道を行かせてもらう。もっともっと強くなります。俺は俺のプレーで証明するんだ。これが特訓の成果だぜ。皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ナオトです。来ましたね、日本代表ガチャ、第2弾、こちらね、まあ自分が欲しいのはそうですね、まあ若島津はやっぱりスキルが自分が求めてるスキルじゃないんで、やっぱたけし得日本人5人 20% で松山じゃなくて反町は技能日本5人で 20%。で浦部が、力5人で 20%。 まあ浦部かな、浦部を使わなくても、サブに置いといてこのスキルだけ使う、やっぱこれかな、浦部かな狙いは。まあこれもね、浦部が当たるかは分かんないけど6で、1枠 SSR 新キャラ確定になってるんで、まあこれのどれかはね、ゲットできるとは思うんですけど、強いてやっぱ今力パなんでこれかな、やっぱり浦部かな狙いは。まあ強いてやっぱこの松山たけしここら辺だったらいいんですけど、まあそこら辺を狙っていきたいと思います。じゃあ行きますか。さあここで出ちゃって、ここで出てくれれば楽。うわー、これ外したな。いや外したでしょ。行くぜ日の龍馬。いやー揃ったけど無理でしょ。うまくあんのかな。いや誰も来ねえ。そんなのある。それで割れたらすごくない？逆に割れたらすごい。闇だわこれ。まあね、この間の日本代表ガチャ第1弾では何、この間のね日本代表第1弾では、20連目で葵をゲットしてます。確か20連だったなんで、まあそれを願って、まあステップアップではないんですよね。そうですね、30連で10連無料ですよね。なんですけど、ここでね、浦部出しちゃえば、いいんだよ！20連目で、浦部来ちゃいない。いやー誰も来ねえ。闇じゃない。それ闇すぎる。いやー弱っ。50%外すんだよね。ここで浦部、お来たね。これは当たったね。浦部来ちゃって、ここで浦部来いたけし。おたけしいるか。2枠ぐらい、3枠でもいい。2枠3枠。お2枠、あれー割れ。いや浦部取ってればいいや。とりあえず浦部、何それ。いやひどいな。我はない。いやひどいな。次確定か。確定ね。じゃあ確定いきますか。浦部だよ、浦部。浦部だよ。確定だから2個来てよ。2個3個でも4個でも紙引きにして、紙引き1個か。裏目だったらいいよ。とりあえず新キャラ。おお来たよ裏目。やってよかった。マジ裏目来た。本当にやば。狙い通りドンピシャ。まあ青いん時もそうだし、第1弾の青鬼的にもそうだし、第2弾の浦部もドンピシャ。そうだね。まあ一応ね、自分ね、まあもうあれはないんですよ。あったらすごい、あったらすごい、あったらない。まあ自分ね、ちょっとまだねあれなんでしょう、ナポレオン迷ってんすよね。とりあえずまあ取っちゃったからいいかな。とりあえず様子見でおみくじで、まあ他の日本代表も、まあ完走もするとは思うんですけど、とりあえず今はこのままで、とりあえずね様子見でいいかなと思って、で新キャラ来い。ここで新キャラを見せてくれ。また新キャラをミックスで見せてくれ。サタレ、この前も出てるし、まあ、どうしようもない。まあとりあえずね、まあこんな感じです。で第2弾の日本代表ガチャも一応ね、新選手確定まではやっていこうと思います。でナポレオンの方はちょっと考えてるんですけど、まあとりあえず無事ね、浦部をゲットできたんで、その点かなりラッキーでしたね。でまたね、日本代表のガチャ、あとは違うガチャもそうなんですけど、やっていく際はまたね動画出していきたいと思うんで、その際はねご視聴の方をお願いします。であと自分の動画の高評価、あとは YouTube チャンネルのね登録の方もお願いします。トルネードシュートから思いついた俺の新必殺技だ。触覚トルネードフェイントだ。いくぞ、触覚トルネードフェイントだ。また向きのめシャートだ。うおー、しまった。